では今回も HTML の基礎について学んでいきましょう。前回紹介したのが HTML に必ず必要なタグでした。それに対して今回はよく使われるタグを紹介していきましょう。まずはメタというタグです。このメタというタグは文書の情報を伝えるために使われるタグです。これだけでは分かりづらいかもしれませんが、実際にどのように使われるのかは実際に書きながら確認をしていきたいと思います。続いて登場するのがタイトルタグです。タイトルタグはこの文書のタイトルを伝えるために使われます。続いて div というタグが登場します。div というタグは一つの塊を示す、そのようなタグになっています。それに対してスパンタグは文章の一部を示すタグになっています。では実際にこれらがどのように使われるのか確認をしていきましょう。前回作ったファイルを確認します。この中に今のタグを書きながら紹介していきましょう。まずはメタタグです。ヘッドタグの内側にメタタグを書いてみます。今回はメタと書いた後、キャラセットと書いてダブルクオーテーションで囲み UTF-8 としてみます。メタタグは情報を伝えるタグですので、ここからここまでのような2つのタグで挟む必要はありません。今回のメタタグはこの文書が UTF-8 という文字コードで書かれたことを示しています。続いてタイトルタグです。タイトルタグを書いてタイトルタグを閉じます。その内側に今回はマイページというふうに名前をつけてみました。これによってこの HTML 文書のタイトルがマイページというものであるということを伝えることができます。では実際にこれがどのように表示されるのか確認をしてみましょう。一旦書いたこのファイルを保存して、そして開いてみましょう。このようにしてここにマイページとタブのところに表示されています。これがこの文書のタイトルであるということを示したのが表示されている部分です。タブブラウザでない場合にはウィンドウのタイトルバーのところに表示されることになります。またお気に入り登録やブックマークをする際にもこの部分が表示されることになります。ではファイルに戻りましょう。続いては div というタグがありました。div は表示させる内容なのでボディの内側に書くことになります。div タグを書いて、ここにこれは div ですと書いてみました。まず保存してこれをまた表示させてみましょう。ブラウザを更新してみます。するとこれは div ですというふうに表示されました。同じようにして次の行にスパンタグを書いてみます。そしてこちらにはこれはスパンですと書いてみます。同じく保存して更新をしてみましょう。するとこれはスパンですと表示されました。この2つの違い、これだけではよくわからないかもしれません。ただ div タグはこれで一塊であるということを示すブロック要素と呼ばれるもので、スパンタグは文章の一部を示すインライン要素であるということがポイントです。またタグは入れ子と言われるタグの内側にタグがあるという状態で使われることがあります。実際に今回も HTML の内側にボディがあり、 div タグがある状態になっています。ではこのさらに内側にスパンタグを足してみましょう。 div という3文字を囲むようにスパンタグを書いてみます。保存してブラウザを更新してみます。見た目は何も変わりませんでした。実際には div の3文字がスパンタグで囲まれています。この時スパンタグはあくまでも文章の一部を選択している状態になっていますので、特に見た目に変化はありません。それに対してこれが div になるとどうなるのかやってみましょう。スパンで囲んだ div の3文字を div タグで囲むように変更してみます。保存して、そして更新をするとこのようになりました。div というタグは一つのブロックを示しています。前の内容、
そして後ろの内容とは別になるように表示される。これがブロック要素の基本です。ですので、今回もこれはの次で改行された形、そして div が終わった後で改行された状態で表示をされていました。このようにしてブロック要素とインライン要素という2種類があるということは非常に重要なポイントです。ぜひこの2つを覚えておいてください。